ハードした動画を見るか、漫画本読んでます。わかるかな？おお、何、シワマスタイル。どうしたらわかるんだろう。あ、ダメだ、こっちは。こんな感じでーす。皆さんどう思いますよ、これ。はい、インドネシア人の皆様、スラマパギー。かわいい、できた。今日は何するんですか？何しよう。ずっと動画かな。もう流しっぱなしなんだけど。マジっすか。ああ、ほとんど見てないんだけど、流しっぱなし。海外遠征の飛行機はもちろんエコノミークラスです。俺なるべく、いや、ゴワゴワするの嫌いだから。ああ、俺はもういっぱい寝るっすよね。うん、やっぱそうっすよね。そうだね。カムラ君のお着替えタイムはないのって来てます。え、カムラ君のお着替えタイム。俺着替えるやつないもんな。ルーティンか。いや、そんなないな、ルーティンが。ない、あんまり決まったことないかな。まあ、でも夜とかあるっすかね。試合前じゃなくて、そう、勝った後の夜はなんか同じ過ごし方みたいな。そういうこと。何、風呂入ったら絶対風呂入るみたいな。あ、もう風呂入って勝ったらもう風呂入り続けるとか。うん。で、上がって同じストレッチするみたいなのはあるっすね。勝負パンツありますか？勝負パンツ？パンツ？え？勝負パンツありますか？ハジェさん、メッカはパンダみたい。試合、好きな服のブランドは祖父だな。祖父のブリストルっていうブランドです。これこれ、しかし、シマウマネタがすごいな。確かに、そう、おとりシマウマ買います。違うと思うんじゃないんだよな。次はそのメガネをかけて、一番仲いい選手は。走る、なんかヘアバンドないの？ヘアバンド？うん。ヘアバンドを分かった。走るメガネは？お、メガネ持ってないっすよ。え？なんかあげんかったっけ？車っす、多分。あ、そうなの。カナさん、インスタライブハマってるの？いやまあハマってるっていうか、あれだよね、本当にずっと家にいるから、もういよいよすることがなくなったんだよね。とうとうインスタライブになっちゃいました。まあ、こうやって見てくれる人がいるから、やってもいいのかなって。130人。下野さん、好きなタイプは？指でメガネしてみてください。どうしてこう、それになんかちょっと入ってんの、サングラス的な。ちょっとサングラスチックなやつです。いいね。俺も薄いやつ欲しいんだよね。あ、うわ、あれどこだったかな。下野さん、和田みたいでかっこいい。大林が来てるよ。え、大林っすか。あいつ、ほんと、ふざけた。
けどそこまで似てない。え？じゃあとりあえずずっとかけてやっとこうよ。なんか目おかしくなりそうなんですか。なんで？サングラスでしょ。メガネじゃないでしょ。メガネじゃないですけど。よくなってきたんですよね。え？最近めっちゃ目悪くなってきたんですよ。モノマネしてください。俺めっちゃ乾燥してるわ唇。いいですか。なんかいいリップないのかな。リップは聞いた方がいいですね。え、リップのなんかおすすめあります。カムラさんメガネかけてください。俺さっきかけたんだけどな。ほら俺は何なんだろう。俺ワクワクさん。いや全然ワクワクさんではないですよね。俺なんかただのさ、オタクみたいな人じゃない？オタクっすか？オタクっぽくない？なんか。メンソレータもワセリン。DHC のリップ。いや、メンソレータムがいいのかな？ソリエ。ニベア。オタッキーできてます。え？オタッキー。いや本当そう思う俺も。黒縁メガネインソール。あ、全く外さないだよな。お風呂もつけてます。ん？お風呂も。俺もずっとつけてる。マジっすか。うん。指輪。え？昨日と同じ指輪って聞きます。指輪毎回変えるの。りょうたくんって呼んでください。はい、りょうたくん、おはようございます。さくらさん、おはようございます。ほら、昨日みっちゃんとほら見て、コメント探さなくていいって昨日怒られただろうって。ほんと学ばないんすよこの後輩は。ほんとに良くないっす。誰だったんすかね。分からん。え、出てこないのもあるんすかねこれ。なんじゃない。やばい。まゆさん、しゅうまくん、しゅうまさん、おはようございます。お気に入りの方言。やっぱガバイかな。ガバイ。あーラーメン博士。でも、ガバイって昔よう使っとったよね。ガバイってどういうんですか？え、とても。ガバイなんとかですか？うん、だからきついときガバキツカーとか。あー。ガバオナカバテンとかさ。すごいですね、方言。いやいやいや、関西弁も十分方言だからね。それを方言と思ってない時点でちょっとおかしいけど。方言、十分どこでも方言あるから。ガバイってでもすごくないですか。いや、ガバイばあちゃん知っとろ。あ、ガバイばあちゃん知ってるっす。あれ、佐賀の話やけん。あー、こう佐賀の話しとったらもう俺方言出てくるけんさ。どうかの。よく出るっすね。もう方言で喋れっけ。喋れないな。え？喋れんと？喋れない。すごいっすね。喋れるよ。え？普通標準語の人とでも喋れるんすね。でも俺標準語なんかわからんけど。うん。まあ、標準語かなんかわからんけんね。いやでも言い忘れてたじゃないですか。え？言い忘れてたじゃないですか。とてもすごいな。考えちゃうんですよ。考えでよかけん。声が方言やけん。わからんと。わからんと。え、早川さんのあれどうするんですかね。早川さんにはとりあえず直接連絡すって。標準語って何。
いや、でも標準語っすよね、普通、普通ってか普段。どうってやろ。俺も標準語。でも大学に行っとるけんね。え、あ、金沢。駿河って言わないですか。何しとんが、あれ金沢の。いや、わかんないっす。何々駿河か、何でしたっけ。何しとんが。あと、富山弁。富山弁って何だ。わからん。いや、富山ですって来てます。あ、嘘。何しとんがってだと思います。あ、だら、だら。あ、何々するがは富山です。するが、しとるが使います。あ、何々しとっけ、しとるけ使ってるね、誰か使うす。うん。石川は。けんな。そうだそうだ。何しとる限定って言ってたわ。そんなに言います。うん。大学の同期の何々しとる限定って言ってたもん。うん。水筒よ。元気ですか。まあとりあえず朝はこんなもんにしとくか。そうっすね。うん。また長々としゃやってしまうから。じゃあ皆さんまた。はい、またするますね。